こんにちは、大家さん専門税理士の田辺浩二です。こんにちは、大家兼不動産の広田です。今日ですね、はい、何を話をするかというと、はい、賃貸住宅フェア2023、はいはいはい、いよいよ始まるわけですよ。来週ですね。来週7月の19、20、ね、そうですね、はいはい、今回はですね、水木なんですね。そうですね、平日なんですかね、うん、まあね、月曜日ね、お休みだったっていう、ね、うん、はい、あ、そうですね、ね、確かに、はいはいはい、でまあ、もちろん私セミナーやります。はい、19日ですね、1時10分からセミナーをやりますので、はいはいはい、ぜひですね、お越しいただければと、うんうんうん、思っております。で、我々ブースも出すんですよ。ブースね、出しますね。ニーズビー税理士法人でブースを出しますと。一応毎年毎年、そうですね、出してはいます。もう出してますね。出してはいるんですけれども、今年何をやるかっていうとですね、はい、我々のシステムをですね、ちょっとお披露目しようかなって思っているんですよ。システム、我々がですね、もう5、6年ぐらいかけてですね、はい、私はもうひたすらシステムを作って、はい、おりまして、実は最近ですね、ちょっと特許取りまして。おお、素晴らしいですね。特許ですよ。システムで特許取りまして、うんうん、何かというと、この事業計画がですね、はい、出ると、はいはい、ね、我々全部このシステムに会計データを全部入力してるんですけども、まあ、そこで大家さんの事業計画、はい、将来のですね、キャッシュフローとかが出ると、うん、しかもそれが物件別で出るというようなところでですね、ちょっと特許を取りました。はい、はい、素晴らしい、はい、でそれもあるんですけども、まあ、それだとちょっと分かりづらいので、はい、ちょっと分かりやすくですね、今チャット GPT って流行ってるじゃないですか。おー、ね、はい、もうここね、1年ただですね、半年ぐらいですね。半年ぐらいですね。半年であっという間ですね。あっという間ですね。もう AI ですよ。うん、AI がですね、まさにこう身近になったんじゃないかと。そうですね。いうところでですね、はい、我々まさにこの AI っていうところでですね、はい、ちょっと進出しようかなと思ってまして、何かというとですね、AI の税理士を作っちゃいました。はい、AI 税理士。AI 税理士。聞いてますか、税理士の皆さん。はい、AI の税理士が誕生しましたよ。はい、いらなくなりますよ。そうですよ、はい、いらなくなりますよ。だって怖いですよ、はいはい、でそれをどんなやつなのかっていうのをですね、はいはいはい、ちょっとお披露目しようかなっていうふうに思って、このブースで皆さんに体感してもらおうかなというふうに思ってですね、 AI の税理士さんね、 AI の税理士、はい、でちょっとこれ分かりづらいので、うん、ちょっと画面でですね、そうですね、ちょっと皆さんにお見せした方がいいかなというふうに思っておりますので、はいはいはい、ちょっと今ですね、ちょっと画面切り替えまして、うん、今ちょっとこの、ね、賃貸サイドブレインっていうのが、ね、うんうん、ちょっと乗ってるんじゃないかなというふうに思っているんですね、はいはいはい、でその中にですね、この AI メニューっていうのがあってですね、はい、これ我々が作ってるシステムなんですけど、はい、AI 税理士レン君ですね。これですね、賢いんですよ、うん、チャット GPT なんですけども、はい、ですね、不動産に関わる税務賃貸経営について何でもお聞きくださいって書いてあるんですよ。全部答えてくれるんですよ。なるほど、はい、これどういう仕組みになってるかというとですね、はい、私がですね、はい、今までもう10年以上ですよ、こう積み上げてきたあらゆる原稿、うんうん、書籍、コラム、ね、メルマガ、全部をですね、はい、全部をぶち込みました、はい、チャット GPT にぶち込みました。で、私の過去の原稿から拾って答えてくれるっていうことになりますので、もう何でも答えてくれると。なるほど。よくあのチャット GPT ってもう平気で嘘をつくみたいなこと、使えないみたいな、ね、だ我々ね、税理士もまだまだいけんじゃない、チャット GPT に負けねえぞみたいな感じで思ってるかもしれませんけども、ね、これもう完全にもう税務もうスペシャリストですから。なるほど、はい、何でも聞いてくれっていう感じなんですよ。何かちょっと質問してどうしますかね、はい、どうしましょうか、じゃあやっぱりインボイスなんかどうですかね。インボイス、はい、そう、まさにですね、このチャット GPT で知らない世界ですからね、うん、そうなんですよ。特に日本のインボイスなんて知らないわけですから、うん、じゃあちょっとですね、大家さんのインボイスでインボイス対策ですね、うん、を教えてっていうふうにしましょうか、うん、はい、これを押すとですね、これもチャット GPT がほら答えてますよね。いっぱい出てきましたね、はい。これは私の過去の、はいはい、原稿からですね、拾ってきてると、はい。もうまさに私がセミナーで言ってることですね。うん、はい、
経過措置を活用するなんてまさに、そうだと思うんですけども、まあ、このようにですね答えていくというのですね、はい、これは後で元々のチャット GPT でインボイスについてのやつとこのレン君の、ねはいはい、ちょっとあの比較の画像みたいなのをちょっとお見せしますので、はいはいうん、全然違うよっていうのもそうですね分かるんじゃないかなと思うんですね、そうですね、はい、でこれがですね AI 税制なんですよ、うん、で実はもう一つおいおいありましてですね何かと2つと2つあるんですよ、ねはい、AI 経営分析 AI アナリストアナちゃん、アナちゃん、アナちゃん、レン君とアナちゃんですね。レン君とアナちゃんです。はい。ちょっとこれもですね、画面を今お見せるとですね、AI 賃貸系アナリストアナちゃん、うん、で会話で診断する決算書ファイルをアップロードしてください。うん、前期前々期は省略可能ですが、アップロードしていただくとより詳しくチェックすることができますというふうに書いてあって、これ何かというとですね、うん、決算書データです。はいはいはい。決算書データを Excel にしたものですね、うんうん、Excel にしたものをつまり貸借対照表と損益計算書、はいはい、Excel データ、はい、我々会計ソフトを使ってると Excel データに落とし込めるんですよ、はいはいはい、でそれをそのままファイルでですね読み込ませる、ね、読み込ませるわけです、はいはいはい、ちょっとこれやってみたいと思います、うん、ちょっと今回ですね、うん、今期だけ、でも動きますので正確にやろうとすると、うん、前期と前々期も入れるとよりいいよっていう話ではあるんですけれども、うんこれだけでも動きますので、これアップロードします。そうですね。祈りですね。あっちゅう間に。この表が出て、これ何かというとですね、ちょっと上の画面戻ると、記者の指標をですね、結果を表示しますので、はいはい、貸借対照表と損益計算書の読み込んだ数字が、うん、まあ最初はデータですね。数字が出てきますと。数、は、字、い、が出てきていて、で、これをもとにですね、はい、銀行がよく使う、はい、格付け、はいはい、スコアリングシートありますよね、はいはいはい、財務分析ですよ、はいはい、これをですね計算してくれますよと自動で計算してくれますよということで、例えば自己資本比率とかですね、はいはい、債務償還年数とかいろいろありますよ ありますよね、はい、でそれをですね、まずあなたの、ね、記者のスコア出してくれますよと、うんはいはい、で司法値出しますよ と、はい、あと目標も出ます。これぐらい欲しいよね。これぐらい欲しいですよ、うん、というところをスコア出してくれますので、うん、でそれがバーって計算してくれてます。一瞬で出てきますね。一瞬で出てきて、でこれをグラフ化してくれるわけですよ、はい。あなたの青いのが、ねはい、読み込んだ計算です、うん。でこの目標というのがこのピンクのところですよと、はいで。どれぐらい違ってるのかっていうところが分かったりとか、どのスコアが高いのかっていうのも、うん、大きく4つの項目ですね。安全性、収益性、成長性、はい、債務返済能力っていうところですね、はい、で出てですね、最もスコアが高いのは債務返済能力であって、うん、低いのが安全性ですよ、ちょっとふらついてるぜ、はい、っていうような形になりますので、はい、ここまでだったら既存のシステムとかでも出せるわけですよ。で、これはすごいのが、ねここからさらに分析してくれるわけですよね、うんつまりですね、質問を、ねはいはいはい、してみたいと思います。問題点を分析してっていうふうに入れてみるとですね、うんはいはい、この結果をですね、このチャット GPT の、ね、アナちゃんがですね今分析をしてくれますね、うん、この出した指標をもとにですね、はい、分析してくれると、うん収益性の問題点としてはこうですよ、成長性問題点はこうですよとかっていう形で、改善策はこうですよって改善策まで言ってくれましたすごいですねすごいですねこれ、はい、しかもこれをですねレポート形式にしてって言ってこれできるかな、ちょっとこれは初めてやってますレポート形式にしてってレポートにしてくれるんですよ、これ評価と問題点をまとめますって言って分析つって改善点まで出してレポートにしてくれるっていうです ねあれですよね、はい、パソコンの中に税理士さんが雇ったやつ、そう、ね、その税理士さん以上なんですよね、以上です ねでもここまでやってくれる税理士さんいないんじゃないかなって、なかなかいないレポート作ってくれる税理士さんそこまでいないんじゃないかなっていうのをまさにですね、うん、できるというような形なんですね、うんまあ、ちょっと今日お見せしたのはちょっとねサンプルでお見せしたんですけども、うん、これをですねちょっとブースで皆さんに実体験してもらおうかなと、お見せしようってことですね、お見せしようかなって思いますので、はい、レン君とアナちゃん、アナちゃんですね、それとさっきね JTP に、うん、GTP でいいな、
読み込ませたって言ってるんですけど、一般の GDP からにはここにアクセスできないんですよね。できないです、できないです、はい。これはここのうちのシステムからしか、はい、ここの、ね、情報って取りに行けないっていう、ね、はい、そうなんです。この辺がミソなんですよね。そうなんです、はい、なので、はい、ここでしか体感できないというのをぜひですね、ちょっとブースで、ね、皆さんに伝わっていただけるようにしますので、はい、ぜひですね、この AI 税理士、ね、ぜひこう対話してもらえて、うん、本当にこれで、ね、税理士いらないぞっていうふうに思ってもらえたら、ちょっと私と我々としてはですね成功かなって思ってますんで、やっぱりそうですね、ぜひ、はい、ということで、はい、4月の19日20日、ね、場所がです ね、 ですね、ビッグサイト、東京ビッグサイト、ちっちゃくて見えないかな、あの概要欄にまたあの貼ってありますから、貼っておきますので、はい、ぜひですねお越しいただければと思います。お待ちしておりますんで、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。